はい、どうも皆さん、こんにちは、ミザでーす。ういうい。ということで、本日は、ジョーカーレベル100評価ということで、いや、マジで強くなったよ、ジョーカー。これ、冗談抜きです、という感じなんですけれども、まあ、ジョーカー、ペルソナ5コラボで、レベル100、最終上限解放が、されるようになったんですが、強化内容を見ていきたいなと思います。はい。で、既存のアビリティが右側っていう風になってるんだけど、まあ、最終上限解放すると、こんな感じになりました。まあ、まず奥義から見ていこうか。奥義は A 波1アビが即時使用可能っていう効果がついたのかな。うん。で、A 波も強化。もともと倍率4倍のアビダメとかいう、もう、過去の異物みたいなね。そんな感じのアビリティだったんだけど、8倍闇属性ダメージ、プラス自分のアビリティダメージ上限アップ累積っていう効果がつきました。A 波に関してはサポートアビリティで、光属性の敵に A 波を使用時即時使用可能となる同一ターン中1回のみっていうアビリティもあって、めちゃくちゃ回転率が良くなったね。で、この1アビなんだけど、アビリティダメージ上限をゴリゴリに積んだ場合、例えば俺の編成の場合は、これアビダメ上限が 100%で、アビリティ4ダメアップもうゴリゴリついてる状態で A 波を使ったら最大ね400万ダメージぐらいかな。とんでもないダメージが出るようになってるんだよね。まあ、まず最初見ていこうか。これで1アビが270万。これでもすでに結構強くなってんだけど、はい、これで1アビ打つじゃん。まあ、これ同一ターン中なので2回打てるんですけど、でこれで奥義を打つと A 波が即時使用可能。奥義でね、これめちゃくちゃ強くなった。これで奥義で A 波即時しようかな。でこれももちろん2回打てる。だからワンターンにおけるダメージが激烈に、ほら340万、ワンモア330万。えすごくない？普通にこれちょっとデバフ入れるわ。これでデバフ入れて奥義を打つ。じゃあいきますね。はい、360万。360万。大体360万ぐらいかな。ワンターンに360万かける2、700万ダメージが奥義を打つだけで追加で入るんですよ。これまずめちゃくちゃ強くない？この1アビの強化内容。とんでもないよね。すげえパワーを得ることになりました。まあ、例えばだけど、ビからの3アビの、1年の夢とかと組み合わせたり、無名金重剣豪とかを組み合わせたりしたら、もう多分毎ターン奥義とか打てるようにしてね、すげえ1アビで大ダメージを与えられるみたいなのも可能性としてあるかなっていう。まあ、とんでもパワーになりました。2アビは据え置きだね。敵の命中回避率が低下する。うん。で、3アビ。これめちゃくちゃ強い。トカチフ。弾薬を1消費して敵に5回ダメ。で、もともとこんなんだったんだけど、そこから、攻防ダウン累積、回復不可能の攻防ダウン累積が追加されましたね。これやばくない？うん、CT2 で、まあ、フルオートでも使うんですよ。で、自分の奥義ゲージアップ 30%。バトル開始時弾薬を3付与、かっこ回復不可。ということで、3発限定なんだよね。3回しか打てないんだけど、攻防ダウン累積永続回復不可っていうのが敵にぶち込める。これもやばすぎるでしょ。ねえ。まあ、大体こういう攻防ダウン累積は 40%、30% が上限かなーって感じ。なんだけど、まあ、そこで 30%、 これ 10% らしいんだけど、うん、30% の攻防ダウン累積を打てる6ターン目で、まあ、その効果値は最大値になって、よいしょ、はい、はい、バンバンバン、はい、これ自体にもアビリティダメージがあるから、まあ、結構悪くないダメが出るんだよね。400万とか出てんだけど、うん、めちゃくちゃいいダメ出てるよ。めちゃくちゃ強い。これも強い。マジで、闇属性のフルオートって、はるまる必要なんじゃねって言われてた。次の古戦場に。このはるまるがマジで強くて、まあ、この1アビと2アビのね、攻防累積ダウン永続っていうのもあるし、まあ、サービスでディスペルがあるんだけど、まあ、ディスペルこそないものの、攻防ダウンの累積の消去負荷をぶちかませるってことで、まあ、ジョーカーもしくは、はるまるは使うんだろうなっていう感じになったね、古戦場。うん。はるまるとはる、みたいな。はるまるだけに。はい、で次、サポートアビリティが強化されました。逆境の覚悟。うん、オーバードライブ状態の敵に対して、強化されるんだけど、攻撃アップ、クリ率アップ、闇属性追撃効果っていう風になってて、まあ、これは、
まあ、OD 状態なんですけど、古戦場とかだったらやっぱ結構受けやすいですよね。例えば HP85% から、まあ、60% ぐらいの区間はオーバードライブ状態が維持されるわけですよ。オーバードライブ状態のまんまになりがちなんで、まあ、そこら辺で追撃効果を得たりすることもできるし、キャラクターの相性でいうと強襲効果持ちが相性いいですね。まあ、具体的に言うと、プレデターとか一闇の強襲効果っていうのがブレイク状態の、あ、ごめん、ブレイク状態だった、 OD だった、忘れてください。OD 状態ね、あー、OD 状態、すいませんね、ちょっとミザのプランが今すべて喋ろうとしてたプランがすべて崩壊しましたね。まあ、こんな、こっちか、なんだっけ、退治効果か、 OD 状態の敵に対して発動する効果を受ける状態、こっちだわ、退治状態ね、すいません、ミスりました、忘れてください。退治状態と強襲効果は違ったわ。まあ、オーバードライブ状態の敵に対して強いってことなんで、古戦場の HP85% から、まあ、60% ぐらいのブレイクするまでの区間とかで少し強く出られるのかな。効果量がね、なんかゲームウィズさんを見た感じだと結構高かったんで、まあ、パワーとか大きく上がる。古戦場の200ヘルとかって特に防御力が高いボスになってるから、まあ、そこら辺でね、防御をぶち抜いてぶん殴れるっていうのは魅力的な部分なのかなとか思ったりするけど、まあ、連撃系統のバフがないので、そんなにそこら辺が生きるって感じはないかな。どちらかというとやっぱ一アビと三アビじゃない、アビリティダメージがゴリゴリ出てくるっていうタイプなので、まあ、ワンターンにおけるダメージで言うと、さっきも見たように700万ボーンみたいな感じで出てるから、なんかすげえ、効率よく枯れたりしそうかなって思いました。はい、まあ、ワンターンにおけるダメージ枠として、採用されそうなジョーカー、皆さんもぜひとも育成してみてください。ということで、ジョーカーレベル100、マジでパワー高くてびっくりした動画でした。参考までお伝えでございます。それじゃ、またお会いしましょう。じゃあねー、バイバイ。